よし、こんなものだな。お前たち、料理を寮へ。はっ！ところで、お前らこそなんで冬休み中なのに学園に残ってるんだぞ？それは…それについては、話すと少し長くなる。スカラビアは全員、寮長の命令で…帰りたくても帰れないというか…し、やめないかお前たち。元はといえば俺たちの責任だろ。さ、料理が冷めてしまう。早くスカラビアへ向かおう。スカラビアはいつでも夏のように暖かい。ちょっとした南国気分が味わえると思うぞ。やっほー、そんなの楽園なんだぞ。早く行こう。君たちが来てくれたら寮長も喜ぶだろう。来てくれるな。君を招待できてとても嬉しいよ、オンボロ寮の監督生。さあ行こう、スカラビアへ。ここがスカラビア寮か。本当にもわっと暑くて真夏みてえなんだぞ。冷えた体が温まるだろう。さあこっちだ。客人のお出ました。みな歓迎の音楽を。にゃっはっは、俺様ほどの有名人ともなるとこんなに歓迎されちまうのか。さあ、冷める前にどんどん食べてくれ。いただきます。あ、うまい。口いっぱいに広がるスパイスの香り、あと引く辛さ、カリカリのナッツが乗った野菜の炒め物もうまいし、こっちの揚げまんじゅうみたいなのもうまい。肉料理とスープもあるぞ。まだまだたくさんあるから食べていってくれ。いろんな料理が食べられて本当に楽園なんだぞ。お前たち何を騒いでる。寮長、寮長、寮長カリム、